はい、皆さんこんにちは、レイくんです。ということでして、本日はそう、降臨討伐国雷の排流のイベント日です。この国雷の排流なんですけども、中級上級さらには上級プラスっていうのがあるんですよね。この上級プラスが結構強いんですよね。けどね、この上級プラスを数秒で倒すことができるんです。やり方なんですけども、まずね、あのシャス数でリーダーの、強さを上げます。で、そのユニゾンにフクロウで、フクロウで浮遊させて賛成者全員の攻撃力を上げます。で、その第2パーティーがソーニャなんですけども、ここは、風おじがいるな、風おじ、他にも光のディアとかで、賛成者全員の攻撃力を上げます。で、そのユニゾンにアルク、アルクも賛成者全員の攻撃力を上げます。それプラス開幕スキルゲージが100とで、リーダーはソウシロウで、ユニゾンにムラクモで、武器なんですけども、ソウシロウには、トラオで、ソーニャとシャススには、ボスで交換できる、あの浮遊中に攻撃力が上がるやつ、風のね、そこでボス交換のやつを使ってます。で、アビリティソウルはその浮遊中にね、攻撃力が上がるそのボスの交換のアビリティソウルと。で、やり方なんですけども、まあこれと同じようなパーティーを3つね、他の2人もこんな感じで、で、まずシャスス、ソーニャをパッパとすぐスキルを打つんですよね、1人2つで、他の 2人の方も打つので、まあ6チェーン、まあ、すぐ6チェーンしてすぐチェーンダウンします。で、ダウンしたらソーシローがすぐスキルを打って、まあスキル中にね、ムラクモとかダウン中は、スキルの攻撃力が上がるので、それででかいダメージが出るということなんですよね。で、動画をちょっと撮ってきたので、ちょっと見てください。どうぞ。はい、ちょっとこれ、先ほど撮った動画なんですけども、草尾さんとアさんに使ってもらったんですけども、すぐソーニャ打って、すぐシャツ、これ、シャツの方がいいみたいです。で、6チェーンしました。で、ダウンしたらもうすぐ、はい、すぐ、ドン。やばくない、これ。もうほんの数秒、ほんの数秒ですぐ倒せるの見ました。これもちろん10秒なんてかかりません。ほんの数秒で倒せます。やばくないこれ。はい、という感じなんですけども、これはですね、そんなに敷居高くないんですよね。これあんまりキャラクターの、まあ星5は村雲だけなんで、そこまでね敷居が高くないので、結構ねこれと同じような感じできる方多いんじゃないかなと思います。ぜひねこれを真似て、皆さんもねその数秒でクリアしてみてください。それでは本日は動画ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。